ケビン、あなたはあなた自身に会ったことはある？僕がここに戻る必要はない。だとしたら変ね。私の目から見ればあなたと彼は何の違いもない。でもあなたたちには数万年の差がある。時間があなたに何の跡も残さないなんてこと不可能よ。ケビンはそういう人間だ。昔も今も変わらない。リッチ社の君も思いがけないことがない限り普通の人間よりも長生きする。君の見たもの、聞いたもの、それらが君に残した後はどんどん薄くなる。そして死ぬべき時に君の時間はすでにある瞬間で止まっていたと気づくはずだ。あなたはやっぱり彼とは少し違う。今ので気づいたわ。うん。あなたは彼よりずっと多弁ね。私の知ってるケビンはこうして私と話すことなんて滅多にないわ。まるで感情というものが最初から存在しないかのように。いや、それは君がまだ彼のことをよく知らないからだ、ライデン・メイ。僕が言ったように、過去でも今でもケビンは変わらない。
あなたの霊気は本物のあなたよりもずっと強い。もしかして今の彼が何らかの理由で弱ってるの？それとも君は僕を倒す方法を探しているようだ。どうして？誤解よ。ライデン・メイ、自覚がないかもしれないが、君はよく迷いを顔に出す。しかし、さっきの質問の時だけ、君から決意を感じた。そうかもしれない。あなたも自覚がないかもしれないけれど、ケビン。あなたは自分の心に隠された狂気と執念について何も知らないわ。律者が人類のために戦えるなら、人類は人類の手によって滅びることもあり得るってあなたが教えてくれたんだもの。違う。律者は人類のために戦うことはない。彼女はそうだったし、君も同じだ。
火を追う蛾の中で秘密行動部隊はいつも何を担当していたの？さくらに聞け。それか忘れろ。影に足を踏み入れても今のお前にとって何の役にも立ちはしない。すでに足を踏み入れていると言ったら？だったらさっさと出るんだ。でも私の探してる答えがそこにある可能性があるわ。火を追う蛾をもっと知りたい。その光も闇も。闇？リツシャ、火を追う蛾の中でお前が見た暗部はまだ光の当たる場所にあるんだ。火を追う蛾の本当の暗部はここに存在する。ここのどこかにあるんだ。だがそれを探そうとしない方がいい、リツシャ。これはお前への忠告だ。ありがとう。覚えておくわ。だがうっかり足を踏み入れたら、その時は生きて戻ってきて、お前が残した未完の道を再び歩むことを祈ってる。ケビン、記憶体としてのあなたたちが作られた時に所有する記憶は
完全なものなの？そうでもない。戦後が火を追う蛾の暗部について話してたんだけど、それについて何か覚えは？それを探ろうとするな、ライデン・メイ。これは僕から君への忠告だ。そこに一体何があるの？僕も一回しか行ったことがないから、詳しくは知らない。僕が去った後は、存在すらなくなった。けど、戦後はここにあるって言ってたわ。君も知っているように、古の楽園は記憶によって構成された空間だ。記憶というものは主観的なものでしかない。ここに残らないはずのもの、その断面は多く、つなぎ合わすときに矛盾が生じることもある。戦後が言った暗部、それはその一つだよ。なぜメビウスがそれをわざと残したか、僕にもわからない。だが、かつての姿と比べて、今のそれはすでに原型がわからないほど歪んでいる。誰にとっても、それはいいことだ。メビウス、その名前は何度も聞いたけど、本人とは一度も会ったことないわ。それとも、あなたたちの言ってるメイ博士は、メビウスの愛称だったりするの？彼女とメビウスは別人だ。すでに彼女と会っていると思っていた。今まで、ここに来た律者はたった一人だ。彼女が興味を持たないはずがない。古の楽園の今の所有者である彼女が、君の存在を知らないわけないんだが。所有者？ここはヨルムンガンドのものじゃないの？この二者は矛盾していない。そう言われると、誰かが隠れて様子を伺ってるような気がするわ。それに、他の人たちからも話を聞いてる。彼女は警戒すべき人物と。様子を伺う。それだけならいいんだが。
ふわ？ふわ？すみません。ぼーっとしていました。何か用事でも？写真を見てるんですか？ええ、無意識の習慣ですが、私にとってこれはもう何の記憶も呼び起こしはしません。ごめんなさい、プライベートな質問をするべきではなかったですね。いいえ、別に隠そうとしているわけではありません。この写真、これに関する記憶はもうありませんから。巻き戻しに問題があったのか、それとも最初からその記憶がなかっただけなのか、今私と関係がある写真はそれだけです。まだしばらくここにいると思います。何か手がかりを見つけたら教えますね。気持ちはありがたいですが、遠慮します。あなたも私の状況を知ってるはずです。記憶のために記憶を探すだなんてことが、あなたの目的であってはなりません。